はいどうもこんにちは、岩下スティーブンです。今週は一気にこれ3つ出てきました。今までこの辺何も情報が出ていなかったのに、2日ぐらい前に突然出るよっていう風に発表されて、出たからまあ買いました。さあどうなんだ、今日1日でこの3つの動画出せんのか。持ってくれよ、俺の左手、そして右手、両手。そんなわけで今回は3つあるうちのまずはこちら、仮面ライダーエスパーダに変身するために必要はこちらの2つ、デラックス雷鳴剣イカズチエンブレム&ランプドアランジーナワンダーライドブック、この2つも順次くん紹介していきます。公式のおもちゃの販売スケジュール見てみた感じだと、エスパーダ以降はこのエンブレムが必要になる人はしばらく出てこなさそうで、箱の横には剣を構えたエスパーダ、箱の裏の方にもエスパーダ。僕あんま読んだことないから知識が全然ないんだけど、ブリーチにエスパーダっていたよね。キャラクターっていうよりなんか組織の名前っぽかったかな。字面的には銃の刃でエスパーダだった気がする。まああんまり詳しくないブリーチの話は置いといて、エンブレムを聖剣にかざすと雷鳴剣イカズチにチェンジ、それでランプドアランジーナを使えばエスパーダに変身で、さらにこれの前に出ていたニードルヘッジホッグを使えば2冊の姿にもできる。2冊使うとランプドヘッジホッグになるんだ。デザインもトゲトゲしていてすげえかっこいいな。3冊目がまだ詳細不明だから、とりあえずブレイブドラゴンを使ってますね。よし、そうじゃこちら中身を見ていきましょう。エスパーダ、エンブレムとブックと説明書。机の色が黄色系統だからなかなか馴染むな。よいしょ、あれやった。ブリスターから出すとなおさら馴染むな。さあというわけで、色的に馴染まない部分にちゃんと移動させて、まずはこちらのランプドアランジーナワンダーライドブックから見ていきましょう。ランプドアランジーナ、アランジーナ、アランジーナ、オランジーナ。オランジーナは好きでよく飲んでいます。ウォーリーと夢のコラボ、ウォーリーを探さないでで、検索検索しないようにね。まずタイトルが英語でランプドアランジーナと書かれています。なんとなくアラビアーンな感じで魔法の絨毯に見えなくもない。そして表紙にはランプの中から覗いてる何か、こう言っちゃなんだけど、デザインが RPG の砂漠ステージに出てくる雑魚キャラみたい、ディズニーの方のジーニーみたいな感じはしないかな。そして属性は物語で、ブック全体の色はゴールド寄りのイエロー。さあというわけで大塚明夫さんの朗読を聞きましょう。始まり始まり、本当になんか物語の冒頭っぽい。完全に主人公がその噂を聞きつけてランプを探しに行くやつだ。そしてブックを開くと、よいしょ、中にはキラキラ光るランプが書かれています。背景の雰囲気がどことなく窓かまぎか。さあそして最後にボタンを押した時の音声、ランプから魔人が出てきたような効果音。なかなか絵柄に合った音声。さあそしてこちらが雷鳴剣イカズチエンブレム、イエローのクリアパーツでできていて、形の方もなんか本当にイカズチのようなバリバリ加減で、真ん中のマークが多分エスパーダのライダーズクレスト。そしてこれマークのところはメッキになっていて、反射するとわかるかな、グリーンのメッキになっています。それじゃこちら聖剣にエンブレムをリードして雷鳴剣イカズチを作りましょう。ほいじゃあリード、そしてエンブレムを聖剣にセット。はい、これで雷鳴剣イカズチの完成です。ここの電撃っぽいところの飛び出し具合かっこいいな。これでトリガーを押すと、すごいなんかいかにも電撃って感じのリアルなサウンド。そして剣の方もちゃんと黄色に発光しています。よし、それじゃあこちら雷鳴剣イカズチをベルトに納刀、ランプドアランサマジーナを使って仮面ライダーエスパーダに変身しましょう。よし、それじゃあ音声は聞いてるんで、一通り過程をすっ飛ばしていきなり装填。排気音声ノリノリな感じでいいね。これじゃあ行きます。おー、なんか最後のバンって音いいな。全体的にノリノリというかテンションが上がるような音声でしたね。そして変身のページはエスパーダの左腕、肩のランプから魔人出てるけど、こういうデザインなんだ。強そうだけど小さいな。ちなみにここには不思議なランプが聖剣と交わり身に宿るって書いてあります。まさにランプが身に宿ってるわ。ほんじゃ必殺技、まずはキック、今度はサンダーが、まあ普通にそうなるような、そりゃそうだ。多分だけどサンダーの後の爆発とかのエフェクトの音は特に変わっていなかったと思うから割愛しています。お次は抜刀、
じゃあお次はリード。ふむふむ。おい、じゃあお次はニードルヘッジホッグを使って、おそらく相性ぴったしの2冊いきます。マジか、これ突っ込みどころ多くねえか。トゲトゲが単純に面白いし、大塚明夫さんのキュキュットで笑いそうになってやばかったけど、願いがチクチクの鎧っていうのがわけわからなすぎて笑っちゃったよ。音声いいね、ちゃんと相性がいいから固有のものになっています。そして絵柄の方も見事にど真ん中のエスパーダと繋がっています。はい、というわけで今回は仮面ライダーエスパーダに変身するのに必要なデラックス雷鳴剣イカズチエンブレムとランプドアランジーナワンダーライドブックを紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。この音を聞いてもらって分かる通り、エスパーダは分かりやすく雷属性らしさなのか、なんか音声の方も軽快な感じで楽しかったね。そしてエンブレムをつけた時のこの辺のはみ出し具合が結構好き。さらに今回のランプドアランジーナとニードルヘッジホッグを使った固有の音声ね、こちらの音声の方も思わず笑っちゃうぐらい面白かったです。3冊目来たら一体どうなるんだろうな。エスパーダ自体は次の5話からの活躍になると思うんで、その辺の活躍の方もかなり楽しみですね。そしてこの後にもあと2つレビューが控えてるんでね、よろしかったらそちらの方もご覧ください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。